水素エンジンはこれまでのガソリンエンジンと同じように空気を吸って燃料と混ぜて燃焼させることによって生じるパワーで推進します。息吹を感じながらエンジンと対話しながら操る喜びを感じられるエンジンなのです。水素は燃焼すると水ができます。テールパイプに手をかざすととてもしっとりしていることがわかります。走る加湿器とでも言える非常に環境に優しいエンジンなのです。水素はガソリンに比べ燃える速度が速く幅広い条件で燃やすことができるので、これまで以上にレスポンスの良いフィーリングを作ることが可能です。どんな乗り味になるのか今からとても楽しみです。今はまだ基礎研究の段階といえます。この研究を加速するため技術組合ハイスを結成して企業の枠を超えて研究に取り組んでいます。ようやく二輪車という形で試験走行ができるところまでやってきました。未来のモーターサイクルをぜひ感じてください。